フィフィアネ・ミデマーこと、アンナ・マルガレータ・マリーのアストリド・ミデマーは、オランダ・ドレンテ州、ホーヘフェーン出身の女子サッカー選手。アーセナル・ウィメン FC 所属。オランダ女子代表。5歳の時にホーヘフェーンの HZVV のユースチームでサッカーを始めた。2009年にホーヘフェーンのもう一つのクラブ VV で、ウェードへ移り、2011年に SC、ヘイレンフェーンへと移籍した。 2011年9月2日、エールディビジの2011から12シーズン第1節において15歳でリーグ史上最年少デビュー。第2節の PC ズボレ戦で初ゴールを決め、デビューシーズンを計17試合出場10得点のクラブトップスコアラーで終えた。2013から14シーズン、ベネリーグに参戦していた SC ヘイレンフェーンでは26試合で41得点を記録した。 一試合平均1.6得点という成績を残し、移籍史上で、ブラジルの CR フラメンゴや欧州のバイエルン・ミュンヘン、オリンピック・リオン、パリ・サンジェルマン、梅・ OIK などから関心を集めた。2014年6月6日、自身のオフィシャルチャンネルでバイエルン・ミュンヘンへの移籍を発表し、3年契約を結んだ。ドイツでの初のリーグ戦ゴールは2014年10月5日。 FCR2001 デュースブルク戦だった。11月30日の SGSS 戦戦で、ミデマーは足首の外部人体を断裂。これにより2015年2月22日の VFL、ボルフスブルク戦で復帰するまで長期離脱を経験したが、3月1日のレバー空前戦で再びスタメン起用されると、1ゴールを決めて2から0勝利に貢献。クラブは発を終えて、 ブンデスリーガの首位に立っていたが、第11節で VFL ボルフスブルクに敗戦。最終節で SGSS 戦線での2から0勝利に貢献し、首位のボルフスブルクが引き分けたため、バイエルンは1976年以来のブンデスリーガ優勝となった。2013年から A 代表に招集されているが、2014年夏には U-19 欧州選手権に出場した。 ノルウェーで行われた本大会はで6得点を決める重要な役割を果たしスペインとの決勝でもこの試合唯一のゴールを決めて1から0での勝利とオランダの優勝に大きく貢献したこの大会では得点王となり UEFA より最優秀選手に選出されたすでに A 代表で主力選手だったため U-19 オランダ代表ではそれほど多くの 試合に出場しておらず、10試合7得点の成績を残している。代表監督のローヘル・ライネルスによって選出され、2013年9月26日のアルバニア戦で女子オランダ代表にデビューした。その後、自身のいくつものゴールによって、オランダ代表にワールドカップ出場をもたらすことになった。イタリアとのアウェーでのプレーオフ2戦目は、 ミデマーの2得点によって2から1で勝利し、2015年カナダで行われるワールドカップ本大会へ初めての出場権を獲得した。しかし、ワールドカップ本大会ではゴールを決めることができず、低調だったチームの象徴として批判が集中した。開催国として迎えた2017年夏の欧州選手権でもグループステージ3試合無得点で批判を受けたが、 準々決勝のスウェーデン戦でついに本大会初得点を決めた。2019年6月15日、ワールドカップグループステージのカメルーン戦で2得点を決めて、オランダ代表での通算得点を60に伸ばし、マノン・メイリスの持っていた記録を抜いて22歳で歴代最多得点者となった。ありがとうございます。